皆さんこんにちは、B レジェンド大林です。今回はトップフィジーク選手のですね、伊吹千佳選手に B レジェンドジムまでお越しいただきまして、先ほどまでですね、みっちり肩トレを見せていただきまして、本当に細かいところのですね、こだわりを見せていただきました。ということで今回はその伊吹選手のトレーニングについて、まあ主に去年のオールジャパンですとか、グランドチャンピオンシップスに向けた調整の時のトレーニング、まあ、どんなトレーニングをされて、大会に臨まれたのかというところと、その大会を終えられて、まあ、いろいろ課題が見つかったと思うんですけども、その課題を克服するために今どういうトレーニングを取り入れられているのかというところについてちょっとお話を、ね、伺っていこうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまず最初にそのトレーニングルーティーンから教えていただきたいんですけども、はい、去年の、まあ、減量の時は1週間どういう感じのルーティーンでトレーニングを回されてましたか？そうですね、1週間僕はだいたい仕事の関係で頑張っても週5ぐらいしかトレーニングができないんですけど、はい、その週5のうちのだいたい胸と肩のフロントと三頭で1日です、ね、なるほど。で背中と肩のリアと2頭、うん、2日目です、はい、で3日目で足と肩か腕どっちかをいつもやるようにしてます。その3つで大体回してますね。で時間があれば肩だけの日っていうのも作ったりするんで、はい、肩腕とかですかね、うん、なんでそのルーティンにいつも僕はぐる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 。なるほどですね。オフは取られてました？オフは仕事の日がオフになりますね。なるほどですね。お仕事が新幹線の運転士さん、はい、されているということですけども、まあ、結構シフトでお仕事が決まる部分もあって、こう一般的なこう月曜日から金曜日まで、はい、こう朝9時から6時までみたいな、そういう決まったスケジュールとはまた全然違ったスケジュールになってくると思うんですけども、はい、その辺でこう、うん、トレーニング時間を捻出するのが難しいなって感じたこととかってありますか？そうですね、その終わるのが遅かったり、まあ、基本泊まりなんですけど、はい、たまにその日帰りの日勤とかがあったりすると夜終わるのが遅いんで、どうしてもトレーニングに行けなくなると、はい、まあ、減量期はどうしてもその次の日の朝有酸素だけして仕事に行くとか、はい、まあ、有酸素だけはしたりとかしてましたけど、普段は基本まあ泊まりの次の日は仕事終わる時間はそこまで遅くないんで、はい、トレーニング時間的には結構確保は一応できてましたね、うん、休みも全部犠牲にして、うん、トレーニングって感じでした、うん、でもその泊まりの勤務が終わってから、はい、ジムに行ってトレーニングってなると体力的には結構厳しいですよね。はい、かなりきついですね。そうですよね。特に減量末期になってくるともうただでさえもう、はい、体力もなくてもうヘロヘロになってくるのに、その中で必死に仕事を終えて、はい、そこからトレーニングってなるとかなりもう綱渡り状態ですね。そうですね、かなりきつかったです本当に。まあ、そうなるとこう基本的にはこうトレーニング時間が取れるときにもうトレーニングをどんどん入れていって、そうですね、こうお仕事の都合でもうジムに行けないときがオフになるっていうようなイメージですか？そうです、はい。なるほど。それならこうもう行ける時であればもう週5日ぐらい連続で行っちゃう時も。そうですね、週5日、まあ、5日、あ、でもそうですね、行ったりもしますね。まあ、そこはやっぱりお仕事のこうスケジュールに合わせて柔軟にという感じですね、はい。まあ、途中にまあ仕事でオフが入るって感じですね、はい、まあ、不定期な感じは感じですけど、はい、今こうルーティンを伺っていると結構分け方が大きいなっていうふうに感じたんですけども、はい、まあ、胸肩の全部、はい、まあ、三頭筋、はい、で背中と二頭と肩のリア、はい、で足と肩っていう形で、はい、トップ選手のトレーニングなんかをこう、まあ、雑誌とかで見たりすると、はい、結構1日1部位2部位ぐらいの感じで、はい、結構細かく分けてらっしゃる方が、まあ、多いのかなっていうふうに感じるんですけども、はい、その辺の分け方に関しては何かこだわりとかあったりします、はい、そうですね、結構仕事自体が不定期なんで1回にその何部位かをやってしまわないとやっぱ週5だとルーティンが回らないんで、
とにかくそのルーティン回すのに必死じゃないですけど、何曜日に何の部位っていうふうにやっぱ皆さんみたいにできないんで、その時にこう多めに部位をやってしまって、で次またやる時にその部位がこう休みが空きすぎないようにした結果ですかね。なるほどですね、はい、まあ、とにかくもうやれる時にもうやれることをやるっていう感じで、もうトレーニングを考えた結果、まあ、今その形に落ち着いたっていう感じですね。そうです、まあ、それから時間は長いです。僕は3時間は超えます、うん、ああなるほどですね、はい、時間は、まあ、なのでもうそれこそ本当にできる時にみっちり詰め込んでしっかり追い込むっていうスタイルでやられてるっていうことですよね。はい、そうです。まあ、あの筋トレ界隈でこう論争があったりしたじゃないですか、はい、何々理論 VS 何々理論みたいな、まあ、あのね、その理論だとこうあんまりこう長時間トレーニングするのは良くないよっていう人がいたりとか、はい、そうですね、しますけども、はい、まあ、やっぱりそれもこう個人個人のやっぱ生活スタイルとか、それこそ回復が追いつくのかどうかとか、そういうところに合わせてやっぱりベストなものをこう選んでいくっていう中で、今の伊吹選手にとってはそれだけ長時間みっちり追い込んでも、まあ、しっかり回復ができたと、それでこうベストな体を作って大会に臨むことができた、はい、ということですよね。そうですね、証明していきたいですね、逆に長時間やっても大丈夫だよっていう。まあ、そうですね、はい、こうあんまりこうでなきゃいけないとか、こう短時間で終わらせなきゃいけないとか、はい、こうあんまり追い込みすぎちゃいけないとか、そういうこう固定概念にこうとらわれないようにしていただきたいですよね。はい、そうですね、こうこれから大会出てみたいなとか、はい、大会出始めでもっともっと上を目指していきたいっていう方は、まあ、もうちょっとこうそれこそいろんな可能性を持ってらっしゃるので、はい、それだけ情熱と時間があるんであれば、それだけもう長時間追い込んで道、はい、そうですね、やっていただくっていうのも、まあ、一つの正解ではありますよね。はい、ではこうもうちょっと具体的なそのトレーニングの内容に入っていくんですけども、はい、大体こう一部位、はい、1回で何種目ぐらいのこう種目でトレーニングされることが多かったですか。一部位ですか、はい、胸、肩、背中、メインってことですね。そうですね、メインだとしたら、はい、そうですね、まあ、4か5くらいですかね。なるほどですね、はい、まあ、なのでこうそんなにたくさんいろんな種目をやるっていうわけではなくて、そうですね、しっかり1種目でしっかり出し切っていくって感じですね。なので本当にこう伊吹選手にこう合った種目をしっかり選んで、はい、その中でこう1種目1セットでしっかり追い込む、出し切る、はい、でまあ、それでやった結果、まあ、3時間ぐらいのトレーニングになっちゃうってことですね。そうですね、はい、だからまあ決してそのいろんな種目こうたくさんのセットを無理に詰め込んでやってるわけではなくて、はい、こう本当に1種目こう1レップ1セットのこう質をしっかり高めた、はい、上でしっかり追い込むというのが大事になってくるということですね。はい、だそうしましたらこう各部位の、まあ、具体的な種目をちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、まあ、フィジークといえば肩なんで、はいはい、まあ、さっきねあのトレーニングで、見せていただいたんで、まあ、僕らはあのどんなトレーニングをされているのかってちょっと分かってますけれども、皆さんちょっと肩の種目をあのご説明していただけますか。はい、肩は、まあ、基本肩の中部、はい、真ん中の部分をメインでやってるんですけど、まあ、最初に結構重量を扱う種目をいつも持ってくるようにしてます。はい、最初にだからショルダープレスとかがメインですね。マシンかダンベルかのショルダープレスをメインに持ってきて、でその後にまあサイドレーズ系ですね、はい、フリーのダンベルを扱う種目を持ってきて、で最後にケーブル、まあ、大まかにその3種類ですね。なるほど。これが肩 の, この真ん中の部分、はい、チューブがメインで持ってきてます。そこにフロントとリアがついてくるんで、まあ、基本フロントはダンベルでのフロントレーズとケーブルでのロープを使ってのケーブルフロントレーズですね。でリアはフェイスプルとダンベルでのリアレーズが基本メインになってきます。まあ、そうなるとまあやっぱり肩はフロント、サイド、リアというふうに部位が分かれてくるんで、はい、まあ、その分ちょっとこう多めの種目数。そうですね、はい、まあ、でもそれでもまあサイドで3種目、フロントで2種目、リアで2種目ということなので、はい、それほど
こう種目数が多いというわけではないですよね、はい、そうですね、まあ、ただトレーニング動画を見ていただいた方は分かると思うんですけども、その種目数以上にだいぶ追い込んでやられてます。かなりきついと思います。私も1種目だけちょっと試しにやらせていただきましたけども、ちょっと試しにやっただけでもいやすごい効くなこれっていう感じだったんで、あれを3種目やるってなると、もうそれだけでもやっぱりかなり時間も体力も使いますし、まあ、やっぱりあのトレーニング続けたらやっぱり大きくなるな感じの強度ですよね、はい、そのトレーニングの、まあ、セットの組み方なんですけども、はい、どういう感じの組み方をされることが多いですか。そうですね、基本やっぱ最初にしっかり効かせに、まあ、潰しに行くじゃないですけど、はい、重たい重量を扱うのをメインに持ってきてますね。なので第1種目でしっかり重量を扱ってそこでしっかり追い込む、はい、そうです、もう最初の高重量を扱う種目でもう、まあ、潰しに行くっていう形ですね。ヘロヘロにさせに行くっていう形ですね。まあ、なのでその後の種目のことを考えずにしっかり追い込む。そうです、しっかりと、はい、この次の2種目目3種目目に来た時はこうどういうセットの組み方をされることが多いですか。そうですね、肩でしたら結構ドロップセットとか対応されてる印象がありましたけども、はい、そうですね、だいたい2種目目そうですね、ドロップセットが多いですね。やっぱ、まあ、トレーニングは基本まあ1人でやるのが、まあ、皆さんも多分主流やと思うんで、はい、補助がやっぱ1人だとできないんで、はい、ドロップセットがもう僕にとって補助みたいなものですね。なるほど、まあ、なのでそこでこう1種目目でしっかり潰した後で残った力を振り絞ってじゃないですけど、はい、そこでしっかりもうまた追い込み切るためにこうドロップセットを使ってもうしっかり最後の最後まで出し切るという形で、まあ肩はトレーニングされているんです、ね、そうですね、最初に潰しに行くで次に効かせに行くって形ですね、ドロップセットで。なるほどですね、なのでこう決して2種目目以降がこう雑になるということではなくて、はい、むしろその丁寧に効かせるっていうところにおいてはもうかなりこうこだわりを持って、はい、やってらっしゃるということですよね、はいはい、まあ、やっぱりとにかく丁寧にやるフォームの細かいところまでこだわってやるという姿勢が本当にトレーニングを拝見していると伝わってくるので、やっぱりそのただ追い込むだけではなくてしっかりその動作のクオリティを上げていくっていうところまでやっぱり意識をできるとよりいい体にこうしていくためには、まあ、大事になってくるのかなと、そういう印象を受けましたけども、やっぱりかなり重心ですとか、はい、その握り方とか研究をされているというかこだわりを持ってやってらっしゃいますよね、はい、そうですね、かなりまあそれはなかなかこうこうやって話してたりとかただこうトレーニングやってるところを見てるだけだとこうなかなかわからない、そうですね、分かりにくい、はい、言葉でも伝えにくかったりもしますし、そうですよね、はい、なのでこうやりながらこう聞きながらこうちょっと教えてもらうぐらいじゃないとなかなかこう分かりづらいところではありますけれども、やっぱりそういうところまで こだわってトレーニングを考えられるとレベルアップ、ね、できると思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。では次、胸のトレーニングはこうどんな感じの種目構成になってきますか。はい、胸のトレーニングは僕もやっぱ課題がずっとやっぱ上部がやっぱ日本人とかは特に弱いので、はい、基本僕も最初にテーブルクロスかペクトラルフライで最初にもう結構それでもうバチ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 にこう効かせに行ってしまって、はい、まあ、筋肉にこう今日は胸だよっていう信号を送ってあげるじゃないですか、はい、その感覚を良くしてから基本オフシーズンはベンチプレスから入りますね。で日によってインクラインのベンチプレスから入るかフラットのベンチプレスから入るかに分けてるんですけど、もう最近はフラットのベンチプレスから入ることが多いですね。なるほどですね。入ってそのままインクラインにして、でインクラインも多分人よりも角度を1個上にします。ああ、なるほど。やっぱなんていうんですかね、こう角度が緩いとどうしてもこうアーチ作ってしまうと、はい、どうしてもこう胸の結局真ん中の方に効いてしまうんで、はい、角度をもう1個上げてアーチも潰すような形でしっかりこう上部狙うようにして、ベンチプレスでインクラインのベンチプレスして、その後はダンベルのインクラインプレス、はい、チェストプレス、はい、まただからインクライン持ってきますね、はい、持ってきて
でそのダンベルが終わったらすぐこのなんていうんですかベンチ台でこうしっかりこうプッシュアップじゃないですけど、はい、ここを収縮させる練習っていうんですか、はい、をしっかりすぐやって、でそれが終わったら最後はマシンのそれもまたインクラインですね、はい、インクラインのチェストプレス、はい、で最後にデクラインのプレスって感じなんですけ ど、 なるほど。去年はもうデクラインは捨てましたね。株はもともとちょっと強い方やったんですけど、はい、もう上部をしないと僕自身が間に合わないなと思ったんで、株やってるともう時間もかかるんで、上部だけに特化させようと思ってかなり去年は上部に力を入れました。なるほど。まあ株も上部もまんべんなく鍛えられるのが、まあ、一番ではありますけど、はい、やっぱり時間も限られている中 で、 そうです、はい、やっぱり優先順位をこうしっかり見定めて、はい、ということで、去年はもう特に上部に集中して鍛えてらっしゃったということで、はいはい、まあ、最初にあのケーブルクロスとかペクぐらいで筋肉を促進させるじゃないですけど、はい、こうそういうセットを入れるというふうにおっしゃってましたけども、はい、まあ、その肩トレの場合はもう最初の1種目目からこう重量を持ってこう潰しに、はい、行くっておっしゃってましたけども、そこのこう違いってどういうところから来てるんでしょう。そうですね、まあ、肩も最初にアップで あ、はいはい、あれで結構もうクタクタに なるほど、はい、なるのはなるんで、まあ、似てるような感じですけど、胸も僕もずっと入りが悪い感覚がしてたんで、で別の方にその先に収縮系の種目からやってみたらって言われて、やってみたらかなり入りも良かったので、なるほど、そのパンプ感というんですかね、はい、もう感じられたりしたんで、なるほど、まあ、先にまあ神経系じゃないですけど、はい、そういうのやってからやるのもありなんだなと思って、なるほどですね、そこからまあ大きな派遣でしたけど、かなり。なのでこう、もともとこうそれほど胸は得意な部位ではなかったというところですかね。そう、得意やったんですけど、得意がゆえに肩にも入ってたって感じですね。あ、なるほど。そうです、肩ばっか入ってたんで、はい、で胸よりもその後ちょっとずつ肩がこう目立ってきちゃって、はい、でこのままじゃ胸が弱く見えちゃうなってなったんで、なるほどですね、そうです、そこからだから去年とかは特にそうですね、メニューを変えましたね、うん、すごいですね、まあ、そこもやっぱりこう大会で勝つってい う、 こう目標がしっかりある中で、はい、こうやっぱり大会で勝てる体を考えた時にやっぱりもうちょっと胸を肩に追いつくくらいやっぱり成長させていかないといけないっていうのがあって、まあ、そのためにちょっと工夫をされてたっていう感じですね。はい、そうです、その通りです。まあ、やっぱりしっかり目標を見失わないようにトレーニングの計画を立てるっていうのも一つ大事になってきますので、まあ皆さんもいろいろね目標があるかと思いますので、まあそういうのを忘れないようにねトレーニングをやっていただければと思います。はい。